東急東横線自由が丘駅の朝ラッシュ時における発着番線が変更されました。東急電鉄は、今日21日より、東横線自由が丘駅において、朝ラッシュ時の一部列車の発着番線を変更しました。自由が丘駅は、東急東横線と大井町線が乗り入れる駅です。このうち、東横線の渋谷方面ホームでは、これまで、5番線に優等種別、急行、通勤特急、6番線に各駅停車が発着していました。しかし、朝ラッシュ時間帯は、電車の本数が多く設定されており、発着番線に入線できないことなどが原因となり、遅延が発生していました。これを解消するため、今日21日から、朝ラッシュ時間帯において、5番線、6番線が交互発着となります。対象は、7時20分から8時50分頃までの渋谷方面への電車です。38本あるうち、20本の発着番線が変更となりました。これまでは設定されていなかった優等種別10両編成の6番線入線が見られるようになったこととなります。東急電鉄によると、これにより、東急東横線における平日朝ラッシュ時の遅延抑制を図るということです。これで、8月21日の KAB ニュースを終わります。